どうもこんにちは、今回はですねこちら、フィールドアのクラシックチェア、こちらをですねご紹介していきたいなと思います。以前ですねどちらの椅子が見てみたいですかという動画を出したんですけども、360度の回転チェア、ヘリノックスみたいな形のやつと、あとはこの折りたたみ式のクラシックチェア、どちらを見たいですかと、お尋ねしたらですねこちらの方が見たいっていう方が多かったので、こちらを選んでみました。僕もね実際こっちの方がちょっと使いたかったなというのもあるので、一体どんなものなのかですね見ていこうと思います。はい、それではですねまず内容物なんですけども、内容物の前にねこのバッグですね、おそらくコットン生地になってまして、かなり丈夫な感じがします。ついてる袋がねナイロンの袋とかだったりするのかなと思ったんですが、やっぱり強度的にこういったコットンのものになってるんだと思います。これと、こんな感じになってるのか。まずはこれが本体、本体とフレームが2つ。はい、内容物はねたったこれだけです。そんなにね難しいものではないはずなんで、ちょっと組み立てていってみましょう。さあそれではですね組み立てていこうと思います。まずこれですね、これがフレームなんですが、フレームにはですね溝が掘ってあります。ここですね、ここに溝がありまして、ここの溝、あとこっちですね、ここの溝に合わせる形になります。で、今度はこっちと、さあこれでですね今度は広げます。今これでですね広がった状態です。で今度はこの上ですね、上のフレームを組み立てていきます。よいしょ。ここに通して、よいしょ。はい、これでですね椅子の完成です。今回のこれハイチェアなんですけども、ハイチェアなんで、座面がね高いです。座面が高いので、そんなに腰を痛めることなく普通にこうスッと立ち上がることができます。はい、椅子をですね並べてみました。こちらがクラシックチェア、フィールドアのクラシックチェアで、こちらはですね以前売っていただいた、よくあるタイプの椅子です。アウトドアだとねこういう椅子を使っている方が多いと思うんですけども、あえてですねハイチェアが欲しいということでこちらを購入しました。椅子っていうのはですねそれぞれ好き好きがあると思うんですが、僕はですねこのハイチェア結構いいなと思います。一番いいところとしてはこうすぐ立てるということですよね。こちらのよくあるタイプの椅子だとかなり沈み込みます。こんな感じで立つときにこうよいしょという感じなんですけども、こちらのねハイチェアであれば背もたれにもたれてもですねこんな感じです。で立つときはもう普通にこういけるので、腰をねやってる人っていうのは、どうしてもねアウトドアってこういうローチェアを使いたくなるんですけど、ハイチェアっていう選択肢もねありだと思います。僕はですね腰をやりたくないので、こういうハイチェアにしましたけども、これがね正解だったのかなと思ったりします。僕が作ったね DIY のテーブルがねだいたい高さこれぐらいあるんですよ確か。
まあ、この辺はですね、お持ちのテーブルとか、まあとにかく持ってる装備ですよね。装備一式と照らし合わせて、ローチェアにするべきなのかハイチェアにするべきなのかっていうのは、だいぶね分かれるとは思いますけども、こんだけ違いますからね。これだけ違うので、悩みどころではあるんですが、組み立てる手間っていうのは、まあ、こちらの方がどうしてもねありますけども、今回の買い物は、まあ、悪くはなかったと思います。まあ、初めて組み立ててもですね、特に難しいことはないんですけども、ここにはめたりとかですね、あとここにはめたりとか、あとこっちにはめたりとか、その辺はですね若干の力技になってくるので、その辺がどうかですよね。ただこれね、耐荷重が確か100キロなんですけども、うん、多分普通に100キロぐらいまでだったらいけそうな気がしますね。意外とねしっかりしてる。まあ耐久性に関してはですね、これから検証ということになるんですけども、まあ次回のキャンプからはですね、これを使っていこうかなと思います。まあ使って使い倒した上で最終的に強度がどうだったかというお話になるかと思うんですけども、まあそのあたりもですね、まあ半年後ぐらいとかそれぐらいにまた動画ができればいいなと思ってます。ということで今回はフィールドアのクラシックチェア、こちらをご紹介してみました。これはハイバージョンなんですけれども、ローバージョン、これぐらいかな、これぐらいのローバージョンもありますので、ぜひ見てみてください。それでは